んこんばんは。せーの、 AKB48 18期研究生です。イエーイ。まずはコーヒーから、はい、自己紹介お願いします。はい、あなたの心にほっと一息、北海道の歌姫、20歳コーヒーこと成田コーヒーナです。よろしくお願いいたします。イエーイ。はい、私が、あなたが好きなのは、キトラヒナノとお願いします。はい、あなたが好きなのはひなの。みんなの姫様になりたいの、長野県出身の18歳の久保ひなのです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、私が任せなと言ったらさえと言ってください。はい、みんなの心を彩りたい、笑顔なら私に任せなさえ。ありがとうございます。東京都出身18歳の新井さえです。よろしくお願いします。じゃあ早速、あ、違いますね、久保さん。あ、はい、3週連続出演。あ、そうなんですよ、今日で3週目の記録を更新してしまい。すごくない？2週連続はさ、たまにあるけどさ。でもね、3週連続かすみがやったことあるらしく。あ、そうだそうだ。じゃあしんちゃんが次もう1週出れば4週連続の記録が更新されるらしい。じゃあエンディングのメンバー発表に期待ですね。ドキドキです、お願いします。ドキドキですね。ね、でも私とコーヒーは前回は19期ちゃんとね、やった。ひなのもだよね。ひなちゃんもやった。あ、そうなんだ。ひなとひなのが一緒に出て、さえちゃんとかすみだっけ、あずとゆなかな。え、何、そう、いとももとさ、めいめいと4人で出なかった？5人なんだよ。あ、そうなんだね。なるほど。そう、全員19期ちゃんと出てまして。そうじゃん。楽しかった。ね、楽しかったけどさ、はい、なんか初々しくて、やっぱり、うん、なんか台本をこうやってね、こうやって読んじゃうとか。あ、違うわ、かすみと、でしょ、夢見だ。ねえ、なに、怖い。かすみが先輩から吹かせてるみたいなのを見た。違うわ、あ、混同してた。あ、混ざってた。いろいろ出たもんね。いろいろな配信に出たから、混同してました。そうだね、カサリンがそうだ、先輩風の回だ。そう思い出した。見た。え、下には先輩風吹かした。私たちちょっとできないんだよね、先輩ぶるのが。なんかもう全然、カサミと違ってね、こんな先輩風なんてちょっとなんか申し訳なくて。え、でもさ、結構レッスンの時、ひなのはさ、教えに行ってたイメージあるよ。ね。なんか、すごいカミみたいな。わかる。そう。めっちゃ張り切ってたイメージ。あるけどね。あるよ。でもね、可愛いなって思いながら見てた。可愛かった。そんな感じでね、今日は18期の3人なので、同期のね、仲の良さ、わちゃわちゃ見せていけたらなって思います。はい、ではタイトルコールをしていきましょう。はい、いきます。一か八かで全力一発ルーム。番組は AKB48 18期研究生がいろいろな企画に挑戦しながら新たな魅力を伝えていくレギュラー番組です。です。はい、 AKB48 オフィシャルライブチャンネルでアーカイブを配信中です。見逃した方やもう一度見たい方はアーカイブをご覧ください。そしてアーカイブで見ている皆さん、毎週火曜日18時からショールームで生配信しています。こちらにもぜひご参加ください。それではショールームの番組参加方法です。はい、ショールームの機能を使ってコメントを書き込んだりすることができます。ポイントが多いほど皆さんのキャラクターが前に列の前に出てきますので、アイテムを投げてどんどんアピールしてください。お願いします。じゃあまずはコメントを読んでみましょう。はい、お、すごい、こんばんは。8個。今日はね、梅雨ということでみんな頭にいろんなものをつけてるんですよ。水色バージョンだね、梅雨なので。ひなちゃん何耳？これなんだろう。猫？猫？キツネ？キツネか狼だよね。うん。かわいい。毛も耳だね。毛も耳。二人は、うん、ね。私なの。垂れてる犬系。垂れ犬。え、これウサギじゃないの？え？犬じゃない。犬か。ちょっとこっちかウサギ。マジで？え、逆じゃない？こっちがウサギだ。こっちが犬だよ。犬だよね、絶対。だってさ、犬ってここから生えないじゃん。ウサギはここから生えるじゃん。そういう理論ね。わかんないけど、ね、確かに。確かに。犬だよ、絶対。そう、うん、ちょっとわかんない。どっちなのか。でもやっぱね、みんなこれつけたらやっぱ可愛さ増すね。さすがだね。さすがアイドルだね。可
皆さんたくさんスクショしてください、ね、そうだこの後ね、うん、タイミングタイムがあるので、うん、はい、はい、ではまずは番組スタートしてすぐのランキングトップ3見ていきましょう。しょう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 、はい、せーの、3位関根さんありがとうございます。せーの、2位ナーラブさんありがとうございます。せーの、1位ドイツメロンパンさんありがとうございます。はい、はい、番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録がまだの皆さんは登録してコメントやアイテムでのご参加お願いします。はい、そして今週はショールームの梅雨の特別企画おということで、最終的なランキング上位3名の方には今日の出演者3人によるチェキをプレゼントします。エンディングで読み上げた順位がその最終結果となります。ご注意ください、はい、ではここで たくさんしてもらいやすいようにスクショタイムしまーすすごい即席、うん、雨全然ね、まだ傘だよ傘、雨降ってない、ね、今日は雨じゃなかったね、ね、今日でしたね、梅雨が始まるということで、はい、やだね、やだ、でもまあ吹き飛ばしていきましょう、はい、ではスクショタイム、せーの、えポーズ何梅雨ポーズ、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1終了、終了です。 X でのポストはハッシュタグ一発ルームをつけてぜひお願いします。そしてそしてもうさっきからそわそわしてますが、今日の一発チャレンジは100人一首です。イエーイ、キャーおおすごい形だけは指定の X のポストのリポスト数50ごとに10枚取り札が減って探しやすくなります。ほう、ほんとね、皆さんのリポスト次第で今回のチャレンジ成功できるかに関わります。今すぐリポストお願いします、願いします。見ている君、君お願い、100人一首1問も分かりません、ね、100人一首結構難易度高そうね、お願いします、お願いします。それでは、オープニングのオープニングのトークのお題が先週からオープニングトークのお題をエンディングで決めることになったんだ。先々週から、あ、そうなの、先々週じゃあちょっとメッセージが届いてるってことですね。はい、では見ていきましょう。お、すごいおもろい画質。そうなの、今日のメンバーはこの3人、ゆかとあずと私でお送りしました。イエーイ、皆さん、私、元気ですか元気ですよね皆さん、ではじゃあ、少なくてください。はい、もう出ることしてた、私、過去の話になると思うんですけど、私は未来の話をしてるんですけど、まず、明日、6月5日に小ひな、あなた、成田小ひなの生誕祭があると思うんですけど、そこで超久しぶりの18公演になるので、その感想を3人で話してください。お願いします。楽しみにしてます。いくよ。ではね、6月11日の配信楽しみにしてます。頑張ってね、頑張れ、ありがとう、ありがとう。あず一言も喋れなかったから確かにいなかったね。ありがとうってことでね、ひなちゃんは自分からね、はい、元気？元気です。本当かな？よかった。そうだね、で、ね、コヒの生誕祭がありました。そう、実はね、かすみがちょっと体調不良でえりこさんに変わっちゃったんですけど、うん、でも本当に私の大好きな人たちに囲まれて生誕祭を迎えることができて、うん、本当に楽しかったし、あと夢見の。なんていうの、仕切り、仕切りが面白すぎて、めっちゃ緊張してたもん。あれ、私わかんないんですよ、誰が仕切りか、ね、当日までわかんなくて、誰なんだろうと思ってたら、まさか隣にいた夢見で、うん、しかもスピーチ終わった後の、うん、あーよかった全部かぶってくれるんだよね。これがおもろすぎて、なんか涙も吹き飛んで、うん、楽しかったです。よかった、でも夢見はずっと緊張してて、練習してたの。そう、あそこのなんか文言っていうかあるじゃん、うんうんうん、それをサイちゃんちょっと確認するからいい、え、そうちょっと待ってて、ずっとここで練習してて、ちょっと待ったでしょ、楽屋でちょっと待って、そう、楽屋さまにいた、ウヒナ、ダンジャーみたいなのをやってたの。めっちゃ小声をずっと、ヒナどこにいた、
多分なんか写真撮ったりとか着替えたりしてる時に私のとこめっちゃ近くまで来てめっちゃ近くまで来ていちいち来てくれて、めっちゃ準備してたの。そうなんだ。だからね、なんか確認してたよ。そう確かに、あの夢見が仕切りするにしては、うん、いつも夢見だったらさ、新しいことする時ってめっちゃ緊張して、はい、なんかいろいろいっぱい練習してるじゃん、うんうんうん、だからおよ練習しないでよくやったなと思ってたけど、してました、練習してたんだね、うん、もうずっとその日中やってたよそうなんだ。なんか後から知ったら本当に可愛いね。ね、でもこの日のスピーチとかもすごい泣いてたよね。え、みんな泣いてた。みんな、え、この人泣いてないよ絶対バレた。絶対に泣いてないから。泣いてない、感動しちゃった。スースーは言ってたよね。号泣号泣スースー号泣吐き涙みたいな。吐き涙は嘘でしょそしてね、あの工藤かすみさんの生誕祭も、うん、あ、そう発表されてるので。そうなんです。17日、さあ18期公演リベンジなるかということで。なるかな、なるかな、なることを願って、うん、頑張ります。楽しみ、ね、楽しみ、改めてコーヒーおめでとう、おめでとう。はい、ということでね、また来週のメッセージはエンディングで撮るのかな、うん、っていう方になります。あ、そしてナナナさんからフルーツクリームくまみつタワーじゃない、これじゃタワーの、タワーくまみつ、くまみつありがとうございます。ありがとうございます。それではですね、ここからは梅雨のショールーム特別企画に行きたいと思います。はい、コーヒータイトルコールお願いします。はい、梅雨歌で盛り上がろう。わーい、はい、はい、今回はメンバーがセレクトした梅雨歌で盛り上がろうっていうスペシャル企画になっております。でワンコーラスとなりますが、よろしくお願いします。はい、これは前春歌の時に盛り上がろうをやって、うんうん、それが好評だったということでね、早速梅雨歌で盛り上がろうっていう感じになっております。はい、今回歌唱で使用させていただく音源はダンブさんのカラオケ音源を使用させていただきます。第一交渉さん、ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうする？ね、今日ね。そう、私成田小日奈は本当にこの企画が大好きで待ちに待っていたんですけど、ちょっと風邪をひいてしまって声が出ないので、今回は2人に頑張ってもらいたいと思います。頑張ろう。いつかリベンジします。ね、小日の歌みんな聞きたい。お大事にということで ね、今日は2人で歌いますが、え、なんか梅雨歌って難しくない？ね、梅雨歌って何だと思って。どうしようと思ってね。そう。でも絶対ひめさんが先の方がいいよね。まあ確かどうだろう、その方が確かにいいと思う。うん、じゃあひめさんから行きます。オッケー、ひなちゃんひなちゃん、あ、そう、じゃあひなちゃんは、はい、選曲を発表してください。はい、私は虹色を歌います。イエーイ、あやかさんの虹色を歌いますやった、歌わせていただきます。じゃあ楽しみ。今日もね、後ろのね、ステージがあるということで。いいね、虹色。うん。梅雨歌。え、梅雨歌ってなかなかね、聞かないけど、雨系っていうことか。ね。なるほどだってよ。え、すごい。なんかスタンドマイク。え？スタンドで歌うの？このまま歌うの？いい。どうしよう。え、いる？スタンドいらない？どっちでも。エモ、どっちがエモい、あるのとないの。でもさ、虹色感はないよ、それ。あ、そっか。ロックみたいな。っエモくないなら、こっちにします。はい、お願いします。どうぞどうぞ。ドキドキするね。もう
つぼみになる。はい、終わりました。さすが三平の歌いました。すごい素敵だった、似合うね。ドキドキした。え、本当？でもすごいドキドキした。ドキドキするように見えない、うん、悲しみとか、悲しみとか、こんなやってたよね。聞き寄せたよね。聞き寄せた、やってて、あのね、だいぶ張り忘れるかと思った。可愛かった。上手でした。ありがとうございました。じゃあ次は、はい、次は私が行きます。何歌うんですか。はい、私は AKB48 のポニーテールとシュシュ。イエーイ。あの梅雨を吹き飛ばそうっていうね、そうですね、楽曲でございます。はい、みんなで盛り上がりましょう。イエーイ。よし、じゃあ行きます。よいしょ。あ、お、でかっ、邪魔だね。はい、どうぞ。誰が多いかってこと？どれが多いか、この中ででしょ。うん、え、
感じ。なんか絶対やるだろうってやつがなかった、ね、思ったより。あ、これでしょ、変わらんみたいな、うん、とか一番最初にやることでしょ。そう、1位と2位を書いてみましょう。これでみんなが何をやるかを当てるっていうゲームね。そういうことでございます。了解した。これ意外と難しいか、意外とむずいね。確かに。でもさ、これはなくないって思うけどね。ご飯食べる、うん、分かんない、分かんない。朝一番ね、食べなくない？食べるかもよ。どう？決めた。すごい、ドボンだから3だって。でも一番はな、ちょっとな、ひなはこれっていうのにしたもん、わかんないから。あ、ほんと？うん、じゃあ開始。え、そういう感じなの？うん。じゃあ投票しましょうか。はい、はい、じゃあ投票お願いします。スタート。え、これ投票さ、見てさ、どれが押そうとかやる？ダメダメです。ダメなの？ダメですね。1位と2位は書くんだって。あ、うん、そう、あ、そういうこと。え、ひなちゃんは正直ね、これだと思うんだな。1位と2位。どうしようかな。1位と2位両方当てないといけないの？あ、そういうこと。当てたら難しい、すごいね。当てたらすごいね。どうしようかな。うん、朝起きて最初にでも絶対、起きた瞬間だったらね、絶対これだと思うんだよね。うん、瞬間、うん、瞬間にさ、いけないもん。そしたら、飛び起きるよ、ひなは。はい。ひなちゃんは、よし、これだな。締め切りましょうか。はい、締め切りまで。5、4、3、2、1、バン終了でーす。せーの。はい。こひちゃんは1位は1の歯磨きをするで、2位が丸2の SNS を開くという予想ですね。はい、きなちゃんは1位が丸2の SNS、うん、2位が丸1の歯磨きです。お、逆だね。え、やばい、全然違うのにしよう。1位が6の寝癖直しで、かわいいかよ。2位が8のテレビラジオ。かわいいじゃん、なんか、ね、ね、すごい、全然違った。正解は、お、1位が丸2の SNS。 やった、ひなちゃんだ。すごい。3位が、2位が丸3のスマホゲーム。え、やっぱドボン勢じゃない？ドボン勢か。待って、全然、え、てか6、6最下位じゃん。いや、最下位はちょっとおかしいよね。おかしいよね。え、でも、え、だって起きた瞬間にするのは絶対これだみたいなやったから。いや、起きた瞬間だった寝癖を直せんだって。起きたらこうやってやるみたいなことかなって思ったの。え、そうなんじゃないよ。メルヘンだね。え、違うよ。だって起きたらさ、普通になんかもうこういう風にやるじゃん。あ、朝起きた瞬間意識的じゃない、無意識だから。え、そういう問題じゃないのか。そう、そっか。え、全然違った。ひなちゃんこれやった勝ちじゃない？うん、すごい。なんか全然勝ち。 0.5 ポイント。イエーイ。あ、そういう感じなんだ。ポイント制なんだ。ポイント、でもコーヒーも惜しいじゃん。ね、惜しい。いや、でもほら、外れてるからひなちゃんが。あ、そういうことか。じゃあ1位と2位が逆でもバツってこと。ダメダメ。そうなんだ。そっか。それも 0.5。 ダメダメダメ。じゃあ同点や。ダメダメダメ。同点や、同点。だってかすってないもんだって。かすってんだよ。かすってるもん。かすってる、どっちも。かすってる。あ、0.5 ポイント、0.25 ポイント。いいよ。え、そんな刻む？イエーイ。ポイント集めたらなんか。ちょっと難しかった。ないんだ。でも分かった。なんか、掴んだ。本当に？うん、分かった。そういうことか。最高。え、そんな、何？ SNS そんなに朝起きてる？え、でもさ、朝起きて携帯を確認するやない？そう、そのついでにひなちゃんウィバースとか開く。そう、でしない。朝起きてから3時間ぐらい携帯触んない。メルヘンだねよ。メルヘンって何？メルヘンって何？かわいいですね。お、あ、ナーラブさんからクマパフェ。ありがとうございます。カフェ美味しい。ありがとう。ありがとうございます。いや、ちょっと掴んだから次の問題。はい、もう一問行きたいと思います。続いての問題はこちら。え、うわ、これさ、好みじゃない？これむず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 。好みでしょ。でもね、絶対1位よ、これだわ。え、ひなちゃんも1位、絶対これだわ。投票スタート。投票スタート。
目玉焼きでしょ。この話ちょうどさ家でさ最近した。家族といい、ね、こういう話するの？え、そう。どういう流れで？普通に食べ目玉焼き食べてて、うちはこれだけど結構高齢の人もいるよねっていう話を母としました。すごい。母とそんな話をしたことがない。メルヘンってメルヘンって何なの？さっきからソースとマヨちょっと。ソースマヨはちょっと。あれみたいなね、なんとかさ、なんとか焼きみたいな。広島焼きみたいな味になりそう。お好み焼きみたいな。広島焼きとか。これはね、掴んだから私は。何を掴んだの？絶対これはこうです。なんもこれ。これだな。ひなちゃん絶対これだもん。よし。めっちゃ。はい。じゃあそろそろ。もう？あ、まだ。いいよ。でも結構コメント欄見たらさ違うかも。ちょっと待ってよ、わかんないんだよ。待って、ケチャップとかあるの？かけたことない。ケチャップはスクランブルエッグでしょ。確かに確かに確かに。目玉焼きはね、じゃあそろそろ締め切りということで、はい、せーの、5、4、3、2、1、パン終了です。終了です。じゃあはい、オープン、オープン、ちょっと待って。はい、よ、いいよ、せーの、ドン。え、なんで、番号書き忘れたのね。書いて書いて。はい、せーの、私は1位丸2の醤油、2位が丸1の塩コショウです。はい、ひなちゃんは丸2がの醤油が1位で、2位が丸4の塩のみ。お、私は1位が丸1の塩コショウ、2位が2の醤油。お、また逆や。いや、絶対醤油でしょ、これ。はい、正解は、ね、醤油が一番美味しいもんね。正解はどう、あれ怖いな。強かったらどうしよう。え、でも絶対ケチャップはない。お、え、ほら、おい、やったー。正解は、え、何言ってんの。違うじゃん。あ、違かった。何言ってんの。私ね、ちなみに、はい、正解は1位が丸2の醤油、2位が丸1の塩コショウで、コーヒーがなんと正解。すごい、胡椒じゃないかと思った。かすってるとかじゃないから、もう、もう正解やる。ちょっと待って、私もかすってる。かすってない、それ 0.25 だから。0.25 だから、みかちゃんが 0.5 ね。え、なんで、なんで、なんで、だからゼロや、これは違うよ。ゼロや、なんで違うよ。え、何言ってんの。自分に甘いよ、ちょっと。違うよ、人に聞くしても自分に甘いよ、それ違うよ。だって1位が醤油でかすってるから、これ 0.5 よ。反対だったらかすってないから 0.25。 わかんない、その仕組み。だってさ、これ2個当ててんのと1個当ててんの。当たってないじゃん、だって。じゃあ 0.25、 0.25 で 0.5 はダメでしょ。わかんない、これダメだよ。まあ、イエーイ、50ポイント。悔しい。1ポイントゲットで、1位だ。お、すごい。何位だ。なんでよ、なんでよ。何これ。何これ。もう一個いきます。もう一個。じゃあ次正解した人が優勝ね。だってもうそういうルールじゃん。次は30ポイントね。30ポイント。でも私惜しかったもん。はい、次、違う、つかんだから次はマジでいける。お弁当を最初に食べるものは、ご飯、揚げ物、煮物、卵焼き、焼き魚、それは中身によるやん。漬物入ってたでしょ。え、全部入ってるの、豪華すぎる。そんなに食べたらカロリー多かっただよ。どうしよう。じゃあ投票をスタート。あれだね、のり弁とかじゃないこれ。でもさ、私さっきマジで惜しかった。幕の内弁当だ。おひたしって何。おひたし、ほうれん草のおひたし。煮物と何が違うの。じゃ煮物全然違う。おひたしを浸したの、醤油とかに。すごいな、中身。でもさっきのやつね、塩、うちは塩コショウだけど醤油も多いよねって話をしたの。あ、なるほど、ね、だけどさすがにうちのやつは多いのかなって思って塩コショウにしちゃったの。そういうことね。迷ったのだから、ね、塩コショウって醤油で。醤油ってさ、目玉焼きにかけたら溢れちゃうの。目玉焼きって、それが美味しい。別に溢れてよくない、うん、だってそお皿が黒くなっちゃう。お皿があるからいいじゃん。そのためのお皿だよ、多分。素手で食べるの。違うけど、だって塩コショウなんかおさまりいいじゃん。いや、振りかけたら、うん、かそうか。OK。 やばい、最初に食べるもの、なんだろう。本当にわかんない。でも絶対、うん、
これではない。え、でも人によるよね。本当に人による。食べ方によるよね。なんかさ、何が野菜から食べた方が健康に。いや確かにそういうのある。それもちゃんとして野菜がなくなりました。そうね。生野菜っていうか。いや、おひたしはでも野菜じゃない？いやでも野菜知らないな。絶対。そうなの。ないない。うん、だってちなみに野菜から食べる話だとも何か。いや野菜から食べるっていう気持ちはある。でも別に野菜からしか食べれないんだよね。すごい。可愛い。全部なくした野菜を。バランスよくとか食べれないよね。どうしよう。いやでも多分入ってるものが超えたから。じゃあ私これにしよう。とかね、視聴者さんにヘンちゃん合わせるね、これ完全に。私も合わせる。でちょっと2個目はちゃんと番号書いて。ね、ごめんなさい。はい。でも難しいね、これは結構、ね、なんか割れそう。お肉は牛、牛にしましょう。牛ってことにしよう。じゃあ、何でもいいよ。投票終了。どれするまで？五、四、三、二、一番。適当。はい。じゃあ答えをいい？オープンしますよ。はい、いいです。せーの、じゃじゃん。私は1位が丸六のお肉、2位が丸四の卵焼きです。うわ、ちょっと待って、どうしようこれ。まあいいや。マリ1番すごい。1位が6のお肉で、2位が2の4の卵焼きです。マジや、全く一緒、ね、すごい。よし、じゃあこれ一人勝ちあるぞ。絶対ない。1位が丸8のお肉も、2位が丸のおひたし。ないない。絶対これ来た。ない来たよ、これない。ないない来た。待って、え、来た。来た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 。正解は1位が丸1のご飯、2位が丸のおひたし。みんな、あれ待って、ご飯ってさ、無味ご飯から食べるってこと？無味ご飯、ね、え、待って、ちょっと一人勝ちじゃん。え、最下位勝ちじゃないよ、別に。なんで、なんで2位やってたもん、2位やってた。違う、3000の半分だから1500ポイントゲット。え、違うよ、結局でも当たってないから 0.5 だよ。違ったから。え、でもさ、6、3位だからさ。でもさ、0.2 平均的にはさ、うちの方が2つ入ってるんだよ。そう、0.2 出てくるよって。あれは漬物？入ってない。あ、入ってない。あ、ほら、6位だ、漬物。勝ちじゃない、こっちが。なんで？でもうちは1つ当てたから。1500じゃない、これ。あ、じゃあ、5同点？これ同点？まさかの。当たんなかったら同点じゃない。あ、でも同点。結構ひなで1つ持ってるポイント高いから。ないのよ。そっか、なんでだったっけ、さっきこの
このね、なんていうの、理論、うん、この相談会をしたの、なんで北海道をやってないんだろうっていう、はい、そしたらその結論がやっぱスキー授業やりすぎみたいな。そうだよね絶対そうなんだよね。スキー授業が北海道にはあって、あの週2ぐらいで、あの午前中1時間目から4時間目までスキーっていうのがあるんですよ。やりすぎやりすぎやりすぎということで、うん、あの100人誌やってる時間に私はスキーをやっていたということで、そういうこと、初めて始めました。でもドキドキだけど、今回ね、皆さんのあのリポストでね、あ、そう、成功に近づくってことで、うん、まだまだちょっと、あ、もう言っちゃいましたか、はい、では現在のリポスト数確認していきましょう。はい、221。あ、やったー。ということで40枚減る。おー、だって何が40枚減るの。取り札、そう、だから100枚あったらそっから選ばなきゃいけないけど、そういうこと、40枚減るから60枚から選ぶ、そういうことね、だと思います。わかん、何これ、やばい、わかんない。500枚減ってますか。じゃあ60枚減った、はい、多いね、40枚減ってこんなにあるんだ。めっちゃある。え、待って、本当に1個わかんない。いや、多分マジでいけるよ。え、だってもう文字のなんか、え、わかんないわ、文字の、あの、なほって書いてある人はなおね。それはわかるよ、それはわかるよ。え、これでも前撮ったやつも入ってません。入ってないな、これ撮った気がする。いや、わかんないよ、同じようなやつがさ、たまにあるからさ。え、こんなとこから探せれないよ。え、ちょっと一旦さ、目に焼き付けたから。ね、文字多すぎてわかんない、全部同じ、自分たちの向きに。前回の13枚が抜いちゃう。ね、待って、本当にわかんない。わかんないよ、本当に。ちょっと文字多すぎ。待って待って、ね、一生探せれない、これ。ちゃんとさ、え、アズがなんでそんな取れたの。あ、そういうこと。ちょっとよろしく、マジで協力プレイしよう。え、なんか、全部同じ見えたけど、何が違うの。また一つだけ、あの、先週の判定、はい、取ったらちゃんと見せるけど、そのままスッと下げられると、はい、違う、回答が分かりません。これが出たら、はい、はい、ということで、じゃあやっていきますか。はい、え、こわ、どっちからやる。私どっちからやる。いや、怖いからひなから言っていい。 OK、 いいよ。だって一つもわかんないんだよね。でも分かった、ひなのひながやってる時に見とくわ。うん、お願い。じゃあ いっちゃいますか。1分間のチャレンジだそうです。音声の途中で撮っても OK です。手つきは戻す。時間のやつが書いてないの。だから最初の前半は聞き、うん、聞かなくていいの。え、わかんない。え、どこが中間なの。なんか面白い、それに面白い。え、でもこっからって言うじゃん。よろしく。いや、早いの、文字めっちゃ早いから。あ、そうなの。じゃあ、まあ、一回やってみましょう。いきます。よーい、スタート。恨みわび、干さぬ袖だにあるものを。この後追いに口なむ、なこそおしけれ。恨みわび、干さぬ袖だにあるものを。え、すごい。うん、なこそおしけれ。コーヒーじゃん。恨みわび、干さぬ袖だにあるものを。追いに口なむ。でもコーヒーで、待って、コーヒーが濃いなんだよ。嵐の庭の雪ならで、降りゆくものは我が身なりけり。花誘う、嵐の庭の雪ならで、降りゆくものは我が身なりけり。花誘う、嵐の庭の雪ならで、降りゆくものは我が身なりけり。花誘う、嵐の庭の雪ならで、降りゆくものは我が身なりけり。花咲く桃式や古きの牙の忍ぶにも、魔法のすごい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 。綿の腹、こぎいでてみれば、ひさ型の雲井に、まがふ、おきつ知らなみ。綿の腹、こぎいでてみれば、ひさ型の雲井に、まがふ、おきつ知らなみ。綿、滝の音は、耐えて、久しく、なりぬれど、なこそ流れて、なほ聞こえけれ。滝の音は、耐えて、久しく、なりぬれど、なこそ流れて、なほ聞こえけれ。滝の音は、耐えて、すごい、マジでいっぱいあったじゃん。何言ってんのか全然わかんない。何を聞いてたの今。すごい。ということで、コヒの結果は1、2、3、4、5枚。え、すごい、すごい。よかった、あったりいて。おめでとう。何を聞いてたの今。え、普通に読んでるやつを探してたの。1個も同じこと言ってないんだけど。なんでさ、逆に分かんなかったの。え、何を言ってたの。え、ルル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 ル。日本語今の。日本語だよ。いや、日本語。はい、じゃあ次私の挑戦です。こわ、緊張する。じゃあいいですか。はい、お願いします。寂しさに宿を立ち入れて眺むれば、いずくも同じ秋の夕暮れ。寂しさに宿を立ち入れて眺むれば、いずくも同じ秋の夕暮れ。
寂しさに宿を立ち入れて長ぶればいずくも嘆きつつ一人ぬるよの悪魔はいかに久しきものとかは知る。嘆きつつ一人ぬるよの悪魔はいかに久しきものとかは知る。嘆きつつ秋風にたなびく雲の絶え間より漏れいずる月の影のさやけさ。秋風にたなびく雲の絶え間より漏れい大けなく浮き世の民におほふかな輪が立つ。そまに墨染めの袖大けなく浮き世の民におほふかな輪が立つ。そまに墨染めの袖大けなちぎりきな片身に袖を絞りつつ末の松山並越さじとはちぎりきな片身に袖をし人も推し人も恨めしあじきなく世を思うゆえに物を思うみは人も推し人も書くとだに。ああ何何はい、これはさっきすごい1、2、3、4、5、6枚1枚だけ指差しましたよね。いや、自分で見つけました。ちょっとし後ほど審議ですということで6枚一応ね、まあ、一応今のところ6枚、はい、じゃあちょっとひなちゃん急遽の出演前回だったってことで自信ない、結構リベンジチャンスがございます。全然わかんない、どっちも下がれない、いけそうじゃない、一つも探されない。私ね、一個だけね、知ってるやつある。一個だけっていうか、一文字目で分かるやつある。これ一文字目で分かる。分かんない。うん、はい。じゃあひなちゃん頑張って。とか苦手だわ。よーい。スタート。タクトダニ、エヤは、イブキの、サシも草、サシも白々な、もゆる思いを。タクトダニ、エヤは、イブキの、サシも草、サシも白々な、もゆる思いを。タクトダニ、エヤは、イブキの、サシも草、サシも白々な、もゆる思いを。嵐吹く、ニムロの山の、もみじばは、タツタの川の、錦成けり。嵐吹く、ニムロの山の、もみじばは、タツタの川の、錦成けり。嵐吹く、ニムロの山の、もみじばは、タツタの川。寂しさに、宿を立ち入れて、長ぶれば、いずくも同じ、秋の夕暮れ。寂しさに、宿を立ち入れて、長ぶれば、この、尾上の桜、先に蹴り、富山の霞、立たずもあらなむ。高砂の尾上の桜、先に蹴り、富山の霞、立たずもあらなむ。高砂の尾上の桜、先に蹴り、あらざらむ。この世の他の思い出に、今ひとたびのあふこともがな。あらざらむ。この世の他の思い出に、今ひとたびのあふこともがな。あらざらむ。この世の他の有馬山、稲の笹原、風吹けば、いでそよ人を忘れやわする。有馬山、稲の笹原、風吹けば、いでそよ人を忘れやわする。あらま、ちょっとだけミスあった。弱いんですけど。何個？これ違うね。それもそうなんじゃない？弱いひなちゃん。でもそう、1個間違えたやつやん、前。その分は時間出しましたね。5枚。はい、ひなちゃんの結果5枚。5枚です。5枚。まあまあまあ、前回を超えたってことだね。まあ、確かに。いいんじゃない、なんか人が読んでるやつの方見つけられるね。え、そう、わかるの、わかる。なんか、え、初めてひなの時わかった。枚数少なくなったらわかりやすい ね、思った。最後知ってるやつ全然ダメだった。そ、意外とさ、知ってるの来てもさ、その途中のやつなんだっけってなって、なんか取れないね、詳しい。ん？あ、何もない、合ってる。さえ6。ひなちゃん5。じゃじゃーん。ということで、今回の今週の合計の結果は16枚でした。イエーイ。でもひなのの分はさ、あれだよね、そのままなるわけじゃないってことよ。そう、2増えるだけってことで。そう、2増えました、うん、そっか。でもちょっと審議があったからわかんないけど。いや、大丈夫。うん、まあ、セーフっていうことになりました。はい、イエーイ。むずい。え、むずいね、これさ、めっちゃ早いね、この音声。うん、音声早い。そう、しかもさ、どこから次っていう区切りがないからさ、ね、わかんない。なんか次の問題に行ったのか、行ってないのかがわかんなかった。難しい、ね、難しいですね。はい、ということで、次回も100人一首チャレンジということで、皆さんぜひこの X のポストをリポストをお願いします。ということで、以上一発チャレンジでした。難しかった。ではあっという間にエンディングとなります。まもなく次プレゼントの締め切り時間となりますので、そうです、皆さんぜひお願いします。
そしてその前にお知らせをさせてください。はい、はい、現在20期生オーディションが開催中です。あ、混ぜちゃった。あ、じゃあ絶対混ぜてる、ごめんなさい、絶対に混ぜてる、嘘、後で確認しましょう。では、20期生オーディションが開催中ということで、応募締め切りは7月7日の日曜日までとなっています。はい、はい、AKB48 で私たちもね、まだ加入でも加入して1年経って、うん、ということで、うん、19期ちゃんも入ってくれて、だんだん先輩としてね、自学も出てきたところで、20期ちゃんのみんなとも一緒に頑張りたいなと思うので、ぜひ迷っている方は一歩踏み出してみてください。待ってます、はい、詳しい情報は AKB48 のオフィシャルサイトをご確認ください、はい、そしてですね、17期生さんの昇格記念ライブ、うん、AKB48 挨拶回りコンサートの最終公演、神奈川県公演のチケットが、2日間4公演分のチケットが本日23時59分まで販売中となっています。応募もありがたいことに、あの仙台から福岡まで の、うん、あの 4日間4公演は全て完売となりました。ありがとうございます。ね、神奈川もぜひね、外れちゃったよって方も神奈川県公演ぜひ来てください。待ってます。そしてお知らせもう一つ、はい、18期、私たち18期研究生の初ファンミ、うん、今私たちの花が咲くが現在映像倉庫さんにて配信開始されました。イエーイ、嬉しい、うん、そう、ファンミの様子もぜひぜひ、うん、全部見れるよね。そうなんです、フルサイズでも全部見れちゃうので、うん、ぜひね、来れなかったよって方も、来て楽しかった、もう一回見たいって方もね、うん、皆さんぜひ見てください。待ってます。いっぱいお知らせでした。でした、握手会お話し会も受付中です。お待ちしております。はい、それではね、ここでチェキプレゼントの当選発表の時間に参りたいと思いますが、締め切りまでじゃあカウントダウンしますかね。5秒、いきます、せーの、5、4、3、2、1、終了。はい、これ以降のギフティングは順位に反映されませんので、ご了承ください。はい、はい、ではランキング読んでいきますかね。13位から確認していきます。はい、はい、それではせーの、13位、ヒンメルさん、ありがとうございます。せーの、12位、斉藤もげたさん、ありがとうございます。せーの、11位、ドキドキドキンチョリンパさん、ありがとうございます。せーの、10位、アイアイさん、ありがとうございます。せーの、9位、白熊さん、ありがとうございます。せーの、8位、ウォーターメロンさん、ありがとうございます。せーの、7位、食パンさん、ありがとうございます。せーの、6位、ゆきおさん、ありがとうございます。せーの、5位、わたさん、ありがとうございます。せーの、4位、関根さん、ありがとうございます。せーの、3位、浩二さん、ありがとうございます。せーの、2位、奈良部さん、ありがとうございます。そして1位、ドイツメロンパンさん、ありがとうございます。ということで、今発表した上位3名の方にはショールームよりご連絡が取ってきますので、ご対応をお願いします。ということで、今日の番組は以上となります。すごい盛りだくさんで、ね、楽しかったです。それでは、お、次週のメンバー発表の時間にやってまいりましたが、緊張するね、緊張するね。4週連続果たしてできるのか。次週のメンバーは、さこゆめみちゃん、八木あずきちゃん、惜しい、山口ゆうちゃん、惜しい、あったな。はい、それではここで次週のメンバーにオープニングトークで話してほしいことを動画で撮ってメッセージにしたいと思います。はい、次週の3人何を話してもらえますか。何しようか、なんか目玉焼きに何、あ、いいじゃない、じゃあそれにしよう。じゃあ今日のメンバーとか、はい、やっほー、やっほー。今日のメンバーは新井さえとひなちゃんと、え、成田千里奈です。ありがとうございました。そしてちょっとみんなに聞きたいことがあって、はい、目玉焼きに何をかけますか。かけますか。私は醤油、ひなちゃんも醤油、私は塩コショウ。みんな何、聞かせてね、教えてね、バイバイ、頑張ってね。
右上のハートマークをクリックしてお気に入り登録をお願いします。お願いします。それでは以上 AKB48 18期研究生でした。バイバーイ。ありがとう。